ではあ始めます、えー、今日は「源氏物語」の大公開第27条「か,かり人」第28条「の脇ですねこれはあの一遍にやりますというのはこの「かがり引き」っていうのが非常に短い3ページぐらいなんで、えー、それだけで一つの授業というのはちょっと成り立たない、えー、ということであります。 でも割とあの重要な、あのー、箇所でもあるわけなんです。えー、第27条「かがり火」というこですね。かがり火。かり火っていうのはこの、まあ、夜のかがり火ですね。かがり火を炊いて、えー、お話をするとかね、その前で。 えーかりえー、あるいは楽器演奏したりともありますよねそういう「か、うん、り火に憎き心は焼き尽くしこのひとときのとは大たたえよとそう,いう」というまとめたんですけど、えー、この「かり火」っていうのはだから、えー、28条は野脇ですねこれも印象的なあ場所なんですけど。えーうん でまあここの、えー、内大臣もともとは党の中央ですねそれと光源氏、えー、今はまあ大乗大臣になってるんですがあーその間がですねちょっともつれているわけなんですでその理由は何かというとその、えー、息子 娘、えー、の恋愛関係というか、それがあ内大臣の方はあ気に入らないわけですね。で、あのー、えーあー、こっちはですね、えー、雲井の狩りというのが内大臣、党の中将の娘にいます。で、これを、あの、受大して、中軍にしたいと。 いうのが、当の中将の夢でありました。あところが、あその思いの狩りのお母さんはですね、あの離婚しまして、当の中将と、えー、別の人の奥さんになってしまって、家を出ているんで、えーまあの、祖母のですね、大宮っていう、こ,のこれが、あの 桐母、えー、帝の妹に当たるわけですね。えー、それがあ、まあ、さっきの大乗大臣、つまり左大臣ですね、えー、のおお制裁であったわけなんですね。で、雲、あ、井、のーえー、の,の狩り。えー まだから孫にあたるわけおばあちゃんに預けられたわけですね。で光源氏はあの葵の上っていう左大陣家の娘と結婚して左大陣家に向こう入りしたわけですね。であのそれはあの当然その当の中将の妹にあたるわけですからああの葵の上があええー 6畳目安の頃の生き霊に殺されますよね。それであの、えー、夕霧息子はですねあの、えー、光源氏の息子なんですけど大宮に預けられたんです。で雲、えー、井の狩りと夕霧はあ一緒に大宮邸で、えー、この暮らしていたわけですね。 で,ですからあの二人仲良くですね、えー、暮らしていたんでついこう田舎仲になってしまったと小さい時からねそういうことなんですよそれであのでも内大臣にしたら雲井の狩りをあの夕霧光源氏はあの夕霧をですねあの、えー、特権階級なんですけどもえー できるだけ、まあ、苦労させたいということで、えー、特権扱いしなかったんですよ。そのために位が引く、まあ、からあの出発したんですけど苦労させてるわけですね。まあ、そういうので雲江の狩りそのこともまあ雲江の狩り結婚させたくない理由に挙げられるかもしれないんですけどまあ、雲江の あ狩りと夕霧、まあ、を結婚させるよりも熊江の狩りをえ受代させて中軍にしてで左大臣家の、えー、この地位も上げたいという気持ちが真内大臣に党の中将にはあったわけであります。そういうことで、えーまあ、光源氏は二人なあ、まあ、小さい時からこういう仲になってね えー、そういう気持ちを、まあ、抑えてそんなことを無理にですね受大させることはないという考えなんですよね。えー、そういうことで、まあ、割とその内大臣は光源氏に対してコンプレックスがあったわけですから対抗したいですね。それで受大にこだわるわけなんです、まあ。そういうことがありまして。えー それでこじれたと、まあ、光源氏と内、えー、大政大臣と内大臣の間はちょっとこじれがあるということでね。えー、それから、まあ、もちろんもともとはあの、えー、光源氏と内大臣と、唐の中将と、まあ、光源氏の時代ですね。にまあ党の中将は常夏っていう 側室、えー、がいたわけですけれどもあそれがあのいなくなったということで,で光源氏と偶然、うん、光源氏が見いだしてですね光源氏と恋仲、まあ、になったわけなんですけどであの音量で <laughs> やはり六条宮んのところに怨で殺されてしまったわけですね。 で玉川面は女房、えー、があその夫が太宰府に勤めることになったんで、太宰府に連れて行かれて、で、太宰府で結局、その地元の有力者が嫁にほしいというわけで,であの、逃げてきてですね、 で、都で、えー、ジップとこの、えー、再会して再会したいというのでなんだけども、えー、光源氏のですねあの女房が右近というのがいてそれがもともと玉風邪のお母さんの夕顔ですね当の,の中将と の側室だった時は友立と呼ばれたわけですけどそのえー、その玉飾はですねその右近っていうそのえ夕、ー、顔の女房をやった人とですねえー、偶然お寺でですね出会って であの光源氏の右近がもう光源氏の女房になってたんですね女房っていうのは奥さんじゃないですよあの、えー、すすあの下女というかあその世話をする女性を女房というわけですね、えー、であのその光源氏の女房になっていたんで光源氏の女房になっていたんですね 光源氏のところにですねゆうがおの娘っていうことなんで見つけ,見つけたというので、えー、それはあの内大臣の娘なんですけどもまず光源氏のところを持っていこうというので持ってきたわけですね。であ光源氏はまあ懐かしいし自分大好きだったゆ顔の忘れがたみだから、まあ、自分の娘にしたいという気持ちが強くて。 ね、自分の娘だと言いうふらして、えー、六条邸に、えー、取,り取り込んで、えー、囲ってしまったわけですね。でまあでもまあいつまでもそんなことできないだろうからそのうち、まあ、お父さんに会わせてくれるやろうと思ってたわけなんです。あそういうことであのでもこじれてたわけですねあの光源氏と。 内大臣の間がねだからなかなか会わせてもらえなかったということなんですよね。えー、で、えー、光源氏はどうしてもその夕顔との関係が忘れられな,忘れられないでその面影を持っているその玉かずらに対しても、まあ、非常に、えー、心が、まあ、惹かれるというとこがありまして、えー、そういうことなんです ですね、えあの同じ左大人家のお年種の姫もですねとしてあの近江の君っていうのがいるわけなんですけど、えー、これが左、えー、大人家ではいなくなったあーその娘を探していたわけなんですけども、えー、私はそのえー 当の,の中将の娘です、内大人の娘ですというふうに、この、えー、現れたわけなんですね、近の君がね。それであの引き取ったんですけど、庶民の家で育ったもんですから、全然、その貴族の、えー 感覚っていうのがまあ分からなくて、あの全然こう、溶け合わないわけですね。溶け合わないというか、みんな貴族としてまあ扱われないというか、全然自分はそういう、えー、貴族的なところがないわけところがこの、それに対して玉ラの場合は、若いふうにい,いだけれども、 周囲がですね、姫として育てたんですね、あくまでもね。それで、あの、もう全然その、姫君として育てるわけなんですね、最初から。だからそこが月とすっぽんと、雲泥の差があるということで、玉かのまの、あ、引き立定役に、近江の君はされているわけなんですね。えー、そういうことで、 で近江の組は古貴殿の女王という、えー、この受胎したあ左大臣家からあのこれはあの内大臣の娘ですけど古貴殿の女王はあそこにあの内大臣はですね近江の組をやりましてですね行儀見習いをしなさいと。 いうことで、そこで女房をしているわけなんですね。で、これはあの便器みたいな。あ、打ってますけど、まああの庶民の家で育ってるからどんな仕事でもしますと。とその便器洗いでもします。っていうことで言うんですよね。で、まあ、本人はそれは非常に。あの何でもして一生懸命になって働くから、それはまあいいことやと思ってるんですけど。 えー、当時はやっぱりその平安貴族社会ではですね、明日目の仕事と貴女のす仕事っていうのはちゃんと分けてまして、明日目の仕事っていうのは、この水仕事をする、料理洗濯、掃除、雑用をする。それに対して貴女の仕事っていうのは、旗織、裁縫、染色、うーん、ワゴンの演奏、 和歌や手紙を書くというようよなことがあ,のあるわけですね。これを一生懸命勉強してですね <laughs>、えー、これで習熟すればいいんですがあこっちの方が得意なんですねどっちかというと。だからあその辺のところでちょっとかなりズレがあるというのでまあ,あ引き立て役というか。あ ちょっとまあ喜劇的なあ役回りですね、に近江の君はされているわけなんですね。えー、ともあれ、かく,はかくもあれ、人を見るまじくて、こもり至らん、うんひとこれ人,人目につか、えー、使わずにこもっている。 女子ですね、女の子を、なおざりの過去と、過去とにても、えー、過去というのは口実ですね。な、え、お、ー、ざりのっていい加減な、口実にしても、裁かれに物めかし入れて、各人に見せ言い伝えられるこそ、心得のことなれ、えー。これはどういうことかというと、 あこの、うん、自分の娘が、まあ、いあの分からなくなってで見つかったというわけですねであのその時に見つかったって感動してですね大げさにこう言いふらして、えー、人に見せて、えー、知られてしまったわけですねところがあ 近江の君の場合は全くその庶民育ちだから貴族のマナーがわからないわけですね。だからかえってその恥をかいてしまったということで。これは光源氏があの表してるわけですね。あんなに人にも言い伝えられること、心得ぬことになれということですね。うん、えー、意図、 きわぎわしゅうものしたもあまりに、深き心をも尋ねず、うん、も,もて入れて、心にもかなわねばあね、えー、深き心も、つまり内情も調べないで、ねえー、心にかなわねばっていう、気に入らないということですね、あの、貴女じゃない わけかく、うん、はしたなくなきなるべしと、かっこ悪いことになったんだということですね。よろずのことを、もてなしからにこそ、やり方次第で、なだらかなるものなめれ、うまいこといくんだよということですね。穏やかに済むもんだ。だから あの見つけた子供 <laughs> あのえー、探していた子供が見,見つかったからといって最初から大げさに公表しない方がいいんだということですね家に懐いてからうんでちゃんとしつけも終わってからあ実はこうでしたって言えばあの穏やかに済むものをっていうこれはあの、えー、光源氏が玉かずらを 結局取り込んででやってますからこなかなかこういう <laughs>、えー、一応自分の娘って言って、えー、ることは言ってるんですけども、あのー、近江の君がですね、えー、大々的にこのみんなに知らしてしまってそれでまあ恥かいてる。 だからあんなふうなやり方したらダメだっていうことですよね。えー。によくこそ親と聞こえながらも年頃の御心を知り聞こえず、慣れたて祭らましに恥が,恥がましきことや荒ましと、いの姫君おぼし汁をウコンも意図よく聞こえ知られ。 知らせけりということですね。えーえー、っと。だから。年頃の御心を知り聞こえ、長年の気持ちをどんじ上げずに。ね。えー あ、これ、はあの、あれですよね。あの、玉かずらが、あの、光源氏が言ったことに対して、まあ、なるほどと思って、ね。えー、もう、親と思っててもですね、あの、親の心を知らないわけですから、急に対面してもね。えー、そうなったら、あ そこの家の作法とかそんなもん分かってないし、えー、兄弟の、うん、いろんな立場とか性格も知らないわけやからあそこが急に入っていても恥をかくだけやということはあるかもしれないなということですね。そういうことを、まあ、右近もですね えー、玉かずらに言ってるわけですね。その急にあの、えー、内大臣の家に娘やと言って入っていってそこを溶け込めるかどうか分からないよとね、まあ、その言いでいが近江の君ということなんですね。だからあ光源氏のところにいて、えー、この様子を伺ってですね でまあ、光源氏の家での生活に慣れ,慣れておいた方が内大臣家に入ってもですねうまくいくというようなことを言ってるわけなんですそうやってみんなあの光源氏が結局取り込んでいることをご理解しようということですね。うまくまく丸め込まれていると 近江の国は庶民の中で育ったので急に左大臣家の姫君になれなかったけれど玉頭は女房に連れられて太宰府まで行ったけれどずっと姫君として建てられ、えー、貸し付かれてきたわけで貴族の姫君として育っていますからそういう心配はないわけです。えー、違うわけ育ちが違う。ということで。 えー、そういうわけでだんだんですね、えー、この光源氏を自分の女にしたいと思って、まあ、囲っているわけですねそういう、えー、気持ちがある。 まあ、そのことを憎き御心こそ添いたれどそういう、まあ、下心があるけれどということですね。えー、さりとて御心のままに押し立ちってなどももてなしたまわずそのまあ気持ちでですね、えー、もう自分の家に囲ってんだからもうねミスの中にも入っていけるわけですよ。それで、だってあの、 親だということになっているわけだからあ娘のミスの中に入った方がいいわけですね。そうなってくるともういつでもですね、えー、この無理やりでもできないことはないということですね。推したちなどもてなしそういうことはでも光源氏はしていない。も,しもてなしたまわずと。の深き御心の のみまりたたええば、ようよううかしち解け聞こえたもんだからあくまでも光源氏はあ玉かずらの気持ちも尊重しているわけですね。だからあ無理やりは、まああーそのまあ、モーションはかけるけども、えー、あの無理やりはしないということですね。まあ、そ,それがでよかったわけなんですけどもね。 で、光源氏は「かがり火に立ちそう恋いの煙こそ世には絶えせぬえ炎なりけれいつまでとかや」とは言うもの光 <laughs> 源氏はもうその玉かずらがあ可愛くてたまんない抱きたくてたまんないわけですね。でも玉かずらはまあそういう気持ちは全然ないわけですよ。そのなぜかというとその サザエフから京都に出てきたのは何のためかというと、お父さんに会って親子の対面をしてということですね、えー。自分の地位を取り戻したいということです。だからそれがで頭いっぱいなんですから、そんな時に、えー、恋もくソもないわけですね。<laughs> うん、で、玉風は行けなき空に決してよ。 ね、そんなのをね空に消してよと。かがり火の、うん、頼りにたぐ煙とならばと。ね、まあ,あかがり火があの燃え盛っているとそこから煙が出てきますよね。えー、それでかがり火を邪魔するわけやからそんな、まあ、そういう煙はそういう出てくる。 煙はいいらんわけ、こういうね <laughs> あの。明るく暗くしてしまうかだからそういうその、えー、ここから分かれびき出てくる恋心うそういう煙みたいなものはですね決、えー、してちょうだいってい、ね、言って相手にしない、ね、恋の煙ですから。 煙を邪魔なわけですわ。かかりる人にとってはね。だからそんな煙を消してよって言って、まあ相手にしないわけなんですね。でもこれはね、あの、すごくいいことを言ってるんですよ。あの、えー、玉数郎は。要するに何が言いたいかというと、その、光源氏は自分の、えー 気持ちだけですね、玉刀に対して、まあその、自分の欲望から来る気持ちを訴え、まあ、るばかりです。好きやねん、ね、いただきたいねんっていうふうな気持ちを訴えるばかりです。それはダメなんです。今、かがり火が、まあ、燃え盛っているわけですね。す素晴らしい光景なわけなんですで。それを今一緒に見てるわけです。 それを今一緒に見て楽しむ。ね。そういう時なわけなのに自分のまあ、えー、気持ち欲望を満たしてくれということですわ。その光玉カズラも同じ欲望を持,てる持ってればまあ別ですけどもそうじゃないわけですから。あの今はかがり火の光の美しく燃え盛っているのを一緒に見ている頃。 そのことを楽しむことによって愛情もですね芽生えることもあるかもしれないわけですね。ところが光源氏はもう自分の欲望 <laughs> あとねこの気持ちに何とかしてよって叫んでるわ。それではあ恋は成就しないということですね。だから色情を捨てて今この時を共有しているという、 喜びを語った方が玉飾の胸に響いたかもしれないということだから玉飾すごくいいことを言ってる「行方なき空に消してよ」「かがり火の頼りにたぐ煙」こんなもん邪魔なだけそういうこうい、ん、う心を出すのはねそうじゃない、今このかがり火見て一緒にこの見れていることの喜び幸せっていうものを、えー 満喫する、共有することによって心が通い合うということなんですよね。いいこと言ってますよね、玉川君はね。そういうことなの。だから、ああ、こういうふうに、ちょっとこれピンとずれてる、残念やけどねあの、うちの近所にね、まあ、こういう花が咲いてるんですよ。あ、咲いてたってことがあったんで。 白木蓮というわけですけどね、これ見事に咲いているわけなんですけど、パッと散りましたね。えー、パッと散るで,で、えー、今咲いているときは、ここが浄土と赤北という、まあ、そういうふうなもんで、桜でもそうですけど、この時ときと分かり咲いている。 咲きこっている白物蓮を見るということは素晴らしいことですよね。その一緒に時を共有して見るということ、一緒に見るそ。そういう幸せっていうものが、ま、人間にはあるわけですよね。だからあ、そのことによって愛情というものも生まれるということで。その瞬間が 永遠につながるわけですね炎燃え盛っているかがり火を見てですね一緒にその,その時にこれも限りある時ですけどねすぐまあ炎は消えてしまうし白木年は枯れるし花は散る桜の花が散るその時に、えー、その瞬間に永遠の意味を感じるわけですね。えー、そういういこと が、言いたいたわけですね <laughs> あの、うん。だから恋をしようと思ったら恋は捨てる忘れることが大事なんですよね。そういう、いつまり自分の欲望から振る恋というものを、まあ、一旦捨ててね、えー、一緒に時を共有している喜びというもの幸せというものをあの感じて 一緒に感じ合うことによって心が通じ合うということが大事なんだって言ってる。というわけで野脇、えー、の,の話に入りますね。で15歳、野、え、脇、ー、で初めて義母、紫の上を見た夕霧っていうきてですね。 「かバ桜花匂い散りたり」というわけでね、えー、そののわきが吹いた時につがあが開いたわけですねで今まで見たことのない素晴らしいクラ桜花があ見えたとでその匂いがパッ あのちょっと離れてるところでも感じられたとみ,みたいなことですね。これは紫の,の上を例えているわけ、カバかクラは、えー。そういうことでね、あのえー、これが、まあ、今言った話ですね、た,たき火、えー。これを今もう話しましたね。えーそれはにけ <laughs> 同じこと書いてる。こう、こっちはね。えー。要するにミス文化、ミスに入っていて、見えないわけですね、顔は見えない。で、これが非常にあの重要なあ平安貴族文化の特徴なんですね。 で、あの、家族でもですね、ほとんどその、えー、見たことがない。夕霧は一緒の、夏御殿、夕霧、放散る里、夕霧、玉かずらは一緒に暮らしてるんです。放散る里の夏御殿。夏御殿だけでも、あ、大きいですから、 あの別に一緒の部屋に暮らしてるわけじゃないんですよね。えー、夏御殿にいるわけです。であの、玉かずらはあの当然、その水の中にいますから夕霧はあ直接顔を見てないんですね。で、えー、紫の上というのは春御殿にいるわけです。で、光源氏、紫の上、明石の姫君、女三宮が、あ これはあの後からの話ですけど後の話です。春の御殿にいるわけですね。で,ですからあの夕霧は、まあ、同じ、えー、六条院にいるけれども紫の上の顔は見たことがないんですね。だからあーそういう,うその。 義母に、まあ言うたら紫の上は、まあ言うたら光源氏の制裁みたいなもんですからあ、義理のお母さんに当たるわけですよね。でもその義理のお母さんのあ顔を見ることはないんですね。で、まだあの子供の時だったらまあ見れるわけですね。あの十、元服するまでの間は、 お父さんが連れてですね、えー、その紫の上とか、まあ、いろんなあ女性のところに行くときにです、ね、連れて行ってあ見せてもいいわけですね、明石の君のところに行くときに夕霧連れて行って明石の君見せてもいいわけ。まだあの子供だ ところがあの紫の上はあまりにも綺麗ですから見せたりしたらあそれがですね、えー、まえ、あ、言ったらあの子供心にすごい憧れになるかもしれないと。で光源氏自身が、うん、そういう経験があって問題を起こしている。 わけなんですよね。ですからあの、えー、息子までそんな罪に落ちてはいけないと思って、えー、見せないんで紫の上を見せなかったんですね。だから見たことがないんです。えー、ところがこの嵐が来てですねあミスとかがあの。 風でです、ね、ええー、取れてしまうというか塔なんかでも開いてしまったわけなんです、ね、それで見えてしまったということでびっくりしたというんです、ね、このミス文化というのがあ,あのすごい、えー、まあ重要なわけなんですね。 ひかる源氏はあ玉かずらの父親じゃないから玉かずらの本当は部屋に入れないはずなんだけどもミスの中に、えー、父親だと語って騙してみんなにでミスの中に堂々と入ってるわけなんです、ね、でその上で口説いてますので普通ならまあ口説かれてしまうところなんですけど 玉はだ処女やったわけでね。であのそういうそのことに慣れてないから拒,絶拒否反応も強いわけです。それで、えー、光源氏がなんかモーションかけてきても相手にしないわけですよね。ミ、えー、スの中に入ったけども口説けなかったということなんです。だから光源氏がミスの中に あの父親だと語って入っていったっていうことは非常にこのず,ずるいというかあまあえげつないことなんですよね。でも,でも玉頭はやはりお父さんに会いにあの京に上ってきたわけですよね。そ,それであのどっかのね、えー、知らないおじさんがあわしの小や。 わしの子になれとかわしの女になれとか言ってミスの中に入ってきて狂かれてもですね、まあ、その気にならないということなんですよね。まあそういうことで、えー、そういうミス文化っていうのをですねしっかりあの捉えてないと平安貴族文化のことはわからないわけなんですよね。 だから光る君なんかで NHK の, NH の,あのミスとかあんまり出てきませんよね。えー、簡単に皆顔見てますけどそういうわけにはいかなかったというのがあ重要な点であるということなんですね。えー、だからこの光る源氏もその。あ あさっき言いましたね、藤壺のミスに入っていたために、藤壺のことがもう恋しくてたまらなくなってたわけですか息子もですね、ミスに入れないということで、紫の上を見たことないわけです。ところが、台風でですね、ここがこうやって扉が開いて、あこのミスもですね、風で吹かれて。 開かれてしまったでかあ見えてしまうということですね。あこれこの絵ですね。見えてしまった。えー、風が一服吹いたので押したたんで隅に寄せてあると屏風はね。すっかり見通せるうん久しの、うん、御座所に座っていらっしゃる方他の人と。 間違いようもない、気高く清らかで、パッと輝く感じがして、春の明けぼののの間から、美しいカバザクラ、これがカバザクラ、が咲き乱れているのを見る感じがするということでね、えー、カバザクラに例えているわけですね、紫の上、ね。まあ、その印象がたまらない。 あったということですね。これがあればちょっと大きくしなおとどは姫君の御方におわしますほどに中将の君参り中将というのはあの、えー、夕霧ですね息子参りますえ お足まいりたまいあれで因賀市の綿殿の古、うん、城市の上よりつまど開きたる隙をつまどが開いてるの、ね、何心もなしえー、なく見入れたまえるに女房のあまた見憂れば女房がみたくさん見えた立ち止まれて 音も背で、えー、こう見てたわけですね。えー、病屏風も風の痛く吹きければ押したたみ寄せたるに、ね、見通しあらわなる、ひしのひの音座にいたまえる人、ものに紛るべくもあらず。 気高く清らに、里に、里におう、里におうよ、ね、里におう、心地して、え春の曙の霞の前より、ね、えー、面白き、かば桜、素晴らしい、かば桜の咲き乱れたるを見る心地す、味気なく、見、 てまつる我が顔にも映りくるように愛嬌は匂い散りて愛行はまあ匂い散るように見えたまたあなく珍しき人の御様こんな素晴らしい女性がいたなんてということですこのようなものとも思えないというふうな感じですよね。 えー、ショックを受けけたわけですねこれはすごいあの体験ですね。今までこんな美しい,い,い人がいるなんて見たことがない完全にノックアウトされたように突然ヴィーナスが目の前に現れたかのような衝撃であるとこういうヴィーナスがね目の前にバーンと現れたらたまりませんよね。ああこういうヴィーナス。 バッと目の前にね、現れたら、ショックを受けるでしょう。そういうふうなあ感じで夕霧は、ね、えー、そういうこと、えー、井の上の娘、息子だったんですね。であの、大宮に育てられていた、三条で育てたんですね。で 雲祈、えー、りと、まあ、ずっと一緒やったんで雲祈り12歳までは元服しないから、まあ、一緒に、えー、ミスの一緒のミスの中におったわけなんですね。えー、いつも顔を見てたそれであの恋仲になる自然に結びついたわけなんです。そんなんと全然逆ですよ。見たことがないわけです。 急に見えたのが、ヴ、ま、ィ、あ、ーナスのような感じやったということでね、これがすごくショック。だからか、顔を見るっていうのが、非常にこの平安時代は大きな出来事なんです。で,ですから、あの、襖を隔てて、襖とっていうか、あの、膝を隔てて、えー この会話をするわけですねで歌も交わすしミスの中には入れないわけなんですよね OK しない限りは。だからそういうことで、えー、見るっていうことがもう性行為そのものを意味していたというかという風なまあ見るという言葉が性行為を 見たかといったらセックスしたかということになるわけなんですね。だから女性の場合は顔はなかなか見られないわけだから顔の美し,美しさで勝負するんじゃなくて、えー、言葉ですね手紙とか歌とか。 あそれが重症であるということになりますよね。もうそれであのもう強くインパクトを与えたらそれで、まあ、惚れ込むわけなんですね。ですから顔だけではないということですね。えー、顔は見れないわけです、まあ。そういうどがという非常日常で突然見れたわけですね。 これが非常に、まあ、人生最大の衝撃である。それからあのもう一度見ることがあったんですそれは紫の上が死んだ時に死に顔を見たわけですねでえい、ー、なく美しいと絶賛しているんですねだからあの 夕霧にとって女性っていうのは雲りの鳥か鳥じゃない狩りまあ幼い時からね一緒に育って生きてでまあ夫婦になるわけですそれから側室の藤内志介これはまあ,あ光源氏の父兄弟乳母、えー、の息子ですねえー、のおこれ光の 娘ですね。ええー、これが側室。から、あの、落ち葉の君っていう。柏木。の未亡人です。まあ、これをまた後で。話しますけど。そのさん、え雲、ー、の狩りは。と。狩りだけで、やっぱり満足できない。落ち葉の。宮に非常にこう同情してですね。あの、夕霧は。 これと関係するとです、ね、あのええ思いの狩りはすごくまあ嫉妬しましてね、えー、非常にこの激しい関係になるわけなんですけど、まあ、そういうあこいう書いてます嫉妬ね、えー「何事言うとおいらかに死にたまえぬ」。 ワロも死,なん死んでしまえというわけですね。あの、えっ、ーえー、と、何落ち葉の宮のとこ行くんやったらね。私も死ぬわと。ね、えー、見れば憎し、聞けば愛嬌なし、ね、見捨ててし死なんは後ろめたし。<laughs> それで見捨ててし 死のうと思っても後ろめたい気持ちがする。死ねない。ということですね。まあそういうふうなことを言ってる。まあ非常にこのそういう女性関係を彼は体験するわけですけどそれからもう一人のは紫の上。この衝撃ですね。だから恋は永遠即死。 瞬間即永遠みたいなこともありますのでこの、えー、ドロドロしたまあ雲仁の狩りとの関係は幼なじみとしては、まあ、懐かしい、えー、し、えー、まあ本当にこう仲良しっていう感じがあるわけですけどでも嫉妬に狂った時の、まあ、修羅というのもあるわけですね。それからあー紫と 全然その見ただけですけど全然触れてないわけなんですそれでもその見たことの強烈な印象っていうもの一生このイメージは消えないだから人生の終わりっていうのはあ何もかも消えてしまうわけなんですけどその時に遊戯の場合ですね「のわきの日に見た」 紫の上のイメージだけが浮かんで終わったかもしれない朝泣いたら「雲江の,の狩り」には気の毒なんですけどね、まあ、そういうだけのまあ比べられないわけですけど、えー、人生には何があるか分からないどの瞬間が結局その人にとってですねすべ、えー、てであるというか永遠の意味を持つか ということですね。これはなかなか言い切れないことがあるわけですよね。まあ、そういうことを感じさせる。うんで非常に印象的なんですね。3夕霧三の宮に大宮を見舞うと心かけ恋しと慕う女よりありつる面影心離れず。ね えー、これはあの今言った夕霧がですねあの、えー、ずーっと慕ってんのは雲いの狩りなんですけどねでもあの時の、えー、紫の上の面影が心から離られなくなっちゃってるということですよね。 えー、そんな話。ねえー、ああ三条の宮におばあちゃんのおば大宮がいるわけやから野脇ってなったらおばあちゃんはやっぱり心細いですよね。だからおばあちゃんのとこ行ってうんあの顔様子見 見に行ってたんですけど、まあ、えらい広いのわ脇なんで六条院のこともやっぱり様子見に行かなければいけないということで六条院に帰ってくるんですね。えー、で六条院の様子を見に戻ってきた。中条は豆子より物のしつると三条の宮に羽べりつるを風痛く吹きぬべしと人々の申しつければ風強くなってきたってみんな言うて で、えー、おぶつかなさに、ま、心配になって、まあ、非常に夕霧は、あの、家のことがね、あの、心配で、責任感の強い子ですから、みんなどうだし、大丈夫やろうか、と思ってね、あの、六条院の人々のこと、心配してる。で、おぶつかなさに、まいりはべる。かしこ、うん、かしこにもある、にま、 向こう、三条宮ね、回して心細く、おばあちゃん、こぼ心細く。風の根をも、今は帰りて、若き子のように叔じたもを、えー、たもをめれば、まあ、風強いから、おばあちゃんがすごくあの怖がっているわけです、ね。それでえー いうことであの、えー？それであの心配だから、おばあちゃんのとか言ってましたとねえーそ。それお話を聞いてああそうかと。ああ、そんならもうおばあちゃんのとこ1度立てようということですね。光源氏がね。家に早もう出たまえおい。追いもで生きて。 またはこうなること、まあ、年取れば取るほど子供みたいになっていくっていうこと、世にあるまじきことなれど、下に、その身こそあれ、まあ、そういうもんやろと。ねえー、まあ言うたら、年取っていったら、し,しっかり知らなければいけないんだけど、実際は子供みたいになって、怯えるわけですね。まあ、そういうもんやろ、それが、ね、老いるということやろ。 哀れそれはこそまあ哀れかり聞こえたまえ各騒しげにハベル・メルもこのアストン・サブライバーと思い賜えて譲りなんで。でまあ本当はあの光源氏にとったら正妻やった葵の上のお母さんですからあ自分も自分にとっても義理の母であるわけです。 自分も行かなきゃいけないけども、まあ、ま、眞子の方がですね、えー、いいやろうということで、まあ、代わりに行っていいかということで、で、えー、行ってもらったということですね。えー、それで、あの、光源氏、手紙を添えて、あの、三条に、夕霧に行かしたわけですね。 えー、野脇のような非常時だけでなく夕霧は几帳面で毎日六条院と三条の宮を行き来してたんですね毎日顔を出してた両方にということここらの弱いにまだ書く騒がしき野脇こそあわざり連れ というのは、これはどういう意味かというと、あの、三条の実はもうおばあちゃんになってきてますけど、え五、ーまあ、56ぐらいですね。あの、光原理が36。だいたい20ぐらい離れてるわけで、え五、ー、56ぐらいです。えー、あのに、日本は災害の多い国で、一生に一度は、まあ、 大災害とかいうのを体験することが多いですね。私もこれまでです。えー、自演台風というのを、ね、見舞われて、えー、びっくりしたことがありますけどね。えー、自演台風というのが、まあ、私5歳か6歳の時にありまして、これが、あの、 えーまあ、うちは2階建ての家,なんで家だったんですけど二、まあ、階階段のです、ね、上から3段目ぐらいまで浸水しましてもうちょっとで二2階まで、えー、来てですね溺れかねないというかそういうふうな恐ろしい目にあったことがありますけど、まあ、そういうことはやっぱり人生、まあ、日本は災害が多い国ですから。 まあ、震災にあったりすることもあるしここ台風にあったりすることもあるわけですね。まあ、戦争は嫌ですけどもっとね。えー、そういうことでこの、えー、野垣が来たで、まあ、この大宮にとってはねもう60前ですけど。 まあ、こんなにひどい野脇、えー、を始めてやっていうわけですけどね。えーまあ、そういうことでこの野脇は野脇の恐ろしさを描くよりもむしろ夕霧があまあ野脇のそろそろ描いてるんですけど、えー、あのむしろ夕霧がつまどが開いて紫の絵を見た衝撃を描きたかった。 とということですねだって三条宮,宮で夜通し荒々しい風の音を聞きながら紫の上の面影が浮かんでいるという画面があるんです中条夜もすがら荒き風の音にもつづろに、えー、意外にもというものあわれない。 えー、荒き風の音も、うん、意外にも哀れを感じてた心にかけて恋しと思う人の恩ことはさてお差し置かれてだから何の話かというと台風が来てるからみんなどうしてるか心配ですよねだから雲の狩りっていう 自分の恋人のことを本当は心配するところなんですけど、ありつる、先ほどの、ありつるっていうのは先ほどのという意味なのに、えー、面影、恩面影の忘れられぬを、ね、忘れられぬを、子はいかに覚える心の、これはどういう心なんだと、自分は本当は恋人のことを思ったね。 とかおばあちゃんのことね、えー、心配すべき、えー、なのに、えー、その、突如見えたピーナスの <laughs> ことがですね面、えー、にちらついてし方がないということですね、えー、そういうそういうことわりかしあの夕霧っていうのはこうすべきっていう のにこだわるあのまあ潔癖なな人なんですよ、ね、子はいかに覚える心あるまじき思いもこそ添えいと恐ろしきことや、ね、本当は自分はもっと恋し雲もいの狩りのことを心配すべきところやのにもうその紫の上の美しい姿がですね目からもう 離れないといととうことですね。自ら思い紛らわし、えー、よそごとに思い移、えー、れど、なおふと、えー、覚えつつ、腰肩育くせありがたくもものしたまいけるかな、かかる恩からいに、いかでひんがしの恩方、 ああ花散るさと、猿ものの数にて立ち並び名前つらん、たとしえ、たとしえなかりけりや、あないとおし。ということで、えー、えまあそういうことでね。あのー。 まあ今まで見たこともないしこれからも見ることもないようなすごいあの美しい紫の絵の姿だったんですね。でまあ光源氏もすごく美しいからそういうまあ中というのはもうこれはもう古今東西もありえないようなすご,すごいなというふうに思ったわけですね。 にもかかわらずそんな美しい女性がいるにもかかわらず花ちる里とか末ツム花とかいろんな女性に対しても光源氏は思いを寄せて、えー、大切にしているわけですね。並び立っているとどういうことやということがですね, <laughs> ねびっくりしているわけなんですね。やっぱりその器量が大きいと光源氏がねありがたしと思い知りたうと。 人柄の糸まめやかなれば逃げなさを思いよらねど、さようならん人をこそ同じくは見て明かしくだせめ、限りあらん命のほども、今少しは必ず伸びなんかしと思いつつ、そういう、まあこ、あんなす,すごいあのピーナスみたいな女性をですね、えー 見れるわけですね。見るということが重要な、ね。平安貴族社会によって見れないんです顔をねあのだからあ、そういうヴィーナスみたいなのをずーっとこうずーっと見れるということで、ねそう、そうしたらまあ命もですね長、長生きできるんやないだろうかと伸びるんじゃないかと言うんですけど。しかし、これは 美人薄という言葉があるんですから。そういう美しい女性こそ早く死んでしまうんでそうしたら命延びるどころか死んでこっちまで死んでしまいますわねだからあまあそういうことそれほどまあ,あ夕霧にとっては紫の上を見たっていうのはショックであったとだから野口頃の美しすぎて君が怖いっていうのがまあ テ <laughs>、えーマ曲になるわけですね。えー。あるまじき思いもこそそえいと恐ろしきことというわけですね。えー。つまり、あの、本当は紅の狩りのことを思わなければいけないんだけども、あるまじき思い。 自分がもしも紫の上のことはあもうちらついてちらついてたまらんとほんであの迫っていったりし,してしまったらえらいことやとお父さんねえー、あるまひきことを恐ろしいことですねその恐ろしいことを光源氏はしているわけですね。だから藤壺との関係ねすぐだからああ 大不幸をやってるわけですつまり、えー、紫の上と夕霧が関係したら大不幸ですよね。それを光源氏は富士坪と関係して桐坪、えー、帝に対して大不幸をしているという。夕霧の場合は母葵の上の死の責任が光源氏にあり、えー、紫の上を光源氏から奪わないと。 紫の上を救えないと、ねえー、捉えるような潜在意識は形成されていません。これ何のことが分かりますかその夕霧はのお母さんは紫の上なんです。<laughs> じゃあ間違う。葵の上なんですよ。で、葵の上は死んだわけですよ。なぜ死んだか、それは六条の三遊どころの生きに殺されたんですよ。 でその六条の宮住んどころの生き量に殺された原因は何にあるかということですね。それはあ光源氏が結局、あそのえー、公職で、えー、あちこちの女性に言い寄ってですねで、自分のことを振り向いてくれない六条の宮住んどころね。 まあ、六畳の三のどころにも木ぐらいが高すぎて光源氏に息が詰まるからあ六畳の三のどころにも原因はもちろんあるわけですが、えー、まあそういうわけででもそういう六畳の三のどころがそういう狂うようになった原因は光源氏にあるわけですからね。 だから光源氏が葵の上自分のお母さんを殺したようなもんやというふうに考えたら、えー、この光源氏と紫の上の関係考えると紫の上も,も光源氏なんぼ美しいえ湯、ー、切りにしたら紫の上以上に美しいものはもありえないぐらいの美しさやったわけですから。な えー、それでも光源氏はあ花散るさ里とか末地の花とのところに行ってたわけですからあ明石の上ともそ他にもたくさんいるわけですよね。ま、ずそういうようなことを考えると、えー、紫の上はきっと不幸で、えー、かわいそうやと思って。 光源氏からなないといけないととけそうでないと紫の上を透けないとかそういう捉えるような潜在意識は形成されてないわけですねそう捉えるようなつまり葵の上の死の責任が光源氏にあるというふうなことを、まあ、強く感じるようなですね潜在意識は形成されてないんだ。だから 光源氏の方はどっちかというとあのお母さんが亡くなったのはですね女吾、えー、行為、あんまたサブライケルの中にっていうわけで、えー、あまりにも返愛しすぎたからですね起立つぼがその返害の在り方にやはりこの不自然なところがあって、えー それが原因であの、えー、お母さんが死んだんだと。結局お父さんのあ生き方、愛し方という異常なわ,わけだったんですよね。だからそのおか、お父さんに任せとったらだめだというので、不実をですね、仙台式識のな問題ですけど。 えー、どうしてもお父さんから奪い取らないと救えないという気持ちがあったのかもわからないということですよ、ね、それに対してまあ夕入りの場合はそこまでえー、その紫あの葵の上を殺したのは光源氏であるというような問題意識を持ってなかったわけなんですよね。えー、だからあーあの 紫の上にこの衝動的にです、ねえー、働きかけるようなことはなかったということです。だから見たのはこの時と死んでからしかないんです。それ以外見てないということですね。 でまあええー、光源氏、えー、光源氏はまあみんなにこの、えー、あの一度結婚結婚まあ心を通わせた心を寄せて、えー、結ばれた女性に対してはずっとこの 生涯、えー、面倒を見るというところはまあいい,い,いところなんですけど平等に愛したわけじゃなくてアナチルサさトとか末ムハ花は話し相手にはなるけれどもージの相手とはまあ思っていなかったところはありますよね。それで結局うん,ああそんな素晴らしい女性と いたらですね、命のベルだろうというのはその美人薄命という早く死なれたら夫もすぐに枯れ果ててしまうという可能性がありますね。えーまあ、それでまあ光源氏も紫の上に先立たれてしまって、うん、それからやはりあんまり、まあまあ、光源氏の場合はあのはっきり知って 死んだとは会えてないんですけど。やっぱり、えー、長生きはできなかったみたいですね。あのー、まあ死んだ場面もないし、山に籠って。出てこなくなったみたいな感じですよね、えー。ということで、今日はここまでということにしますけど、まあその何が言いたかったかというと、その永遠即。 じゃあ、瞬間即永遠ですね。えー、脳脇で突然、非日常的な場面が、場面でですね、あの、パッと顔が見えた。見れなかった。ミス文化。ミスで覆われていた文化の中で、女の顔は見えなかったわけですね。それが見えたわけ。その瞬間、それが、 まあ、永遠的な意味があるんではないか、瞬間則永遠ですね。で、その「かがり火」の時もそうですこの「かがり火」っていうのを共有しているということで、素晴らしいその時を共有している、それをあ一緒に喜ぶことによって心が通うところがですね、光源氏は。 欲望の対象としてしか玉飾らに接してないわけですね。同じ時を共有しているという,う喜びっていうもの、自分の欲望を超越できないところがやっぱりまずかったわけですよね。だからいかにその,、えーこ,のえー、この時、今を共有している。 ことそ,こそ,その素晴らしさです、ね、その花あ一緒に花を見ているとかがり火を見ていると星を見ているでもよろしいけどそういうことの素晴らしさ命をあー一緒にこの生きてるわけですね一緒に命それが永遠のまあ意味を持つ わけですよね、それを思いを共有することによって愛情が生まれる、ね、心が動くわけ。と,ところがあ光源氏は玉笠に対してはねまず <laughs>、えー、自分の欲望の対象として接しようとしてしまってる傲慢な、ね、まず引かなければいけないわけですよね。 でそれと対照的でしょ、ボスすごくあの夕霧はね。もう引いてるわけです、完全に最初から。見,えた,見たけど、そんなことはありえないこと。でもまあ偶然、台風で起こったわけですよね。その瞬間が、だから逆に永遠になっちゃったわけですね。まあ、そういうふうなことを見事に、まあ、描いている。 わけですね、その愛の意味だとかあ時を越えて愛するとか永遠促、えー、瞬間即永遠みたいな西田哲学の、まあえー、奥義みたいなものがあるわけなんですけどそういうようなことを感じさせるですね素晴らしい、えー、内容になってるわけですよね。 だからこれは「も源氏物語」はやはり読まなければいけないなということがわかりますよね。というわけで今日はここに。あれ